早川,早川殿、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 青年不詳慶長18年2月15日、1613年4月5日は、戦国時代から江戸時代初期にかけての女性、相模国の戦国大名北条を宇治安の娘、高渉、春三国同盟の一環として、駿河国の戦国大名今川治真の室となった。実名は不明。 宝名からを春院伝、倉春院とも称される。出生年や生母を確定できる資料はない。長らく系図類をもとに、北条宇康安の初出の長女、北条宇政のイボはねと理解されてきたが、北条氏、今川氏の家族関係の研究の進展に伴い、北条宇康安と、随形、今川宇地下の娘の間の着出の女子で、北条宇政の同母妹との説が出ている。 聖母の問題については、随景院の法上や嫁入りの時期の問題が関わる。従来、宇治安の正室随景院は、天文六年、1537年嫁入りとされ、宇治政は天文七年、1538年生まれとされたため、早川殿を宇治政の姉とする場合は、随景院以外の所生と考えられた。しかし、随景院の嫁入りは、天文四年、 1535年頃とする見解が有力視されるようになり、たとえ、早川殿が、宇治政の姉であっても、随景院所生、宇治政の同母姉であることが成り立つ。今川氏との通婚という重要な政治課題を担う、上では、随景院の所生、宇治姉とは、いとこ婚になると見方が、打倒しされる。宇治政の姉という理解は、完成重修書家婦や、 小田原編年録初集経図において、早川殿が、宇治政よりも先に掲げられていることから来ている。しかし、宇治政は、宇治真と同年とされ、早川殿が、宇治政の姉すなわち、宇治真より、年上とすれば、三十代半ばから四人の子を産むという、高齢出産になる。また結婚から出産までの時間が空いており、第一子の青年の問題が関わるが、 幼少で嫁入りしたという推測が成立する。長谷川孝一は、天文15年、1546年以降の生まれと推測し、黒田元木は、早川殿を、北条氏則りより、年少の天文16から17年頃の生まれと推測して、氏康四条とする。五法上氏とするがの今川氏はもともと五法上氏の、子祖である、伊勢政寺、北条宗運の、 姉北川伝が今川義忠の性質であり、義忠と北川殿の子、今川氏家を政治が家臣として補佐していたことから、同盟関、春将同盟にあった。しかし、天文六年、1537年に氏家の子、今川義元が、北条氏と敵対関係にあった甲斐の武田氏と、春光同盟を結んだことから、敵対関係に入り、藤川伊藤をめぐる争奪戦が、 約十年にわたり繰り広げられていた加藤の乱。武田、北条、今川氏の間で、交渉、春三国同盟が結ばれると、早川殿は、その婚姻政策の一環として、天文23年1554年7月に、今川義元の着手氏真、17歳の元に嫁いだ。行列の皇帝や、婚儀の具体的な様子についての資料は残されていないが、 会で記された、勝山紀、妙法寺記には、腰入りの行列の見事さが伝文として記されている。北条家から愚部した家臣は、きらめくような武具、持ち道具で、婚姻行列を飾り、沿道は見物人で、前代未聞というほどの賑わいを見せたという。花嫁の受け渡しは、境目である三島で行われた。この日は、ことのほか天気が良かったという。 伊豆と駿河の国境を流れる境川に架けられた農業用水の千岩土井は、北条宇治安からの向こう引き出物として建設されたという伝承がある。A60 年1567年前後、長女、キラヨシ提出を設けた。A61 年1568年11月11日付で、同年3月に没した、ことぶきカにの所領であった。 ささまごうかみかのみねそういん、しに、事業案度の主因状を発行しており、ことぶきかつらにの所領の少なくとも一部を継承している。A61 年、1568年12月、かいの国の武田信玄が、駿河信仰を行うと、宇治山根とともに、とうとうみ国掛川城へ逃れた。この逃費業の際、武田氏は、 早川殿の保護を怠ったために、早川殿が徒歩で逃げる羽目になった。このことに、父の北条氏康は激怒し、武田との同盟を破棄して、長年の宿敵だった、上杉謙信との同盟に切り替え、越僧同盟、今川氏を支援するために、駿河に出兵した。翌年5月、今川、北条家と徳川家の間には僕が成立し、掛川城は会場。 早川殿と長女は、在場衆と共ににより北条家に迎えられ、おそらく回路で、神原城に引き取られた。今川家臣は、北条家の軍事指揮下に置かれ、駿河支配は、北条宇治政に委任されることになり、早川殿の甥いの国王丸、後の北条宇治が宇治の養子として、今川家の名跡が譲渡された。宇治早川殿夫妻は、沼津に移った後、 伊豆国境に位置する寸島軍島南端の太平郷、今川や御領所であったに移り、太平城を築いて拠点とした。早川殿は元気元年1570年4月には小田原近郊の早川里へ移った。早川殿の将はここから来ている。宇治真は太平城に留まっていたが、太平城も攻撃にさらされる戦況となり、八月までに道場を退去し、 妻のいる、早川郷に移住した。この元気元年、1570年、早川殿は、長男今川範囲を生む。宇治真が33歳で得た嫡男である。元気二年、1571年10月、父宇治安が死去した。交渉同盟が復活し、北上家が駿河を武田両国と承認することで、宇治真の駿河帰国は頓挫することになった。最終的に、 氏真夫妻は、小田原を出て、浜松の徳川家康を頼ることになるが、出国の時期は明らかになっていない。従来、交渉同盟を受けて間もなく小田原を退去したとされて、北が資料で確認される限り、氏真はその後も早川に暮らしており、元気三年、1572年5月には、早川の久し沖な寺で,で、今川義元の十三回帰法要を行っている。 宇治ざが家康の庇護下に入っているのが確認できるのは天正元年1573年8月である。宇治ざの出国には早川殿をはじめ、それまで同行していた家族も同行した。早川殿も夫と共に浜松周辺、ついで天正14年に家康が本拠を移した駿府で暮らしていたと思われる。天正4年1576年。 次男、品川隆久を設けた。さらに三男、西尾康信、天正七年、1579年には四男、清有を生んでいる。天正十八年、1590年の北条家滅坊と徳川や関東天法を機に、宇治座根、早川殿は京都に移った。慶長十二年、1607年11月には、長男半門に先立たれる。 慶長17年、1612年には、京都を離れ、江戸品川に移る。次男高久はすでに、徳川秀忠に出資していた。慶長18年、1613年2月15日、宇座根に先立って、江戸で死去した。法名、倉春、因伝天安理生前城に、交渉、春三国同盟で成立した三組の夫婦のうち、 離別を経なかったのは宇座真夫妻のみである。早川殿の死に際し、伐死、清有は、高野山高出院で、日派供養を行った。二十五回帰の折に、清有りによって増流された墓が、皇家今川氏の所領であった蟹泉寺、現、東京都杉並区今川二丁目に現存してる。また、元那四年、1618年著産のある、 宇治ザ根夫妻の肖像画が現存している、米国の個人像。夫妻の没後間もなく、遺族により追母のために制作されたものとみられる。四女。宇治ザ根との間に、四男一女がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。